はい、どうも皆さん、こんにちは。新たです。新たのダンススクールやってまいりました。やということで、さあ、今回はですね、ツイッターでご連絡をいただいているものになりまして、ザ・ファースト合宿疑似プロ審査ということで、こちらのステージ映像 B フリーを、見ていきたいなというふうに思います。収録ボタンをよろしくお願いします。ザ・ファーストはですね、ちょっと僕追ってないので、どなたが誰なのかっていうのはちょっと分かってないんですけども、ちょっと今回リクエストをいただいたというところもありまして、見ていきたいなというふうに思っております。B フリーという楽曲で、チャキズールさんが、楽曲やってらっしゃるっていう、チャキズールさんといえばね、よくエイウィッチさんとかの楽曲で聴かせていただいていて、結構エグいサウンドを持ってくる人なんだけどなっていうふうに思ってるので、アイドルグループを作るんですよね。アイドルなのかな。ちょっとそこら辺も含めて見ていきたいと思います。レッツラー、で音ねちょっと出してるのか分かんないので、こっちの方で聴かせていただきたいと思います。レッツラーゴー。びっくりした。爽やかな雰囲気。おお、かっこいいこの人。ああ、この人いいわ。うまっ。歌がいい。おー、ダンスも。おー、おー、この人ダンスすごいわよ。見せ方を分かってる人ですね。この人いいわね。この方も、この方は花があるわね。おお、ああ、そっちか。この方も素晴らしい。おお、わおわおわお、この人はもう安定してますね、すごく。おお、おお、プロか、この人。おお、ちゃちゃ。一列に戻って。おお、おもろい。すごいすごい。まず僕、そのチャキズールさんこういう曲作るんだっていう意外性だって、洗脳とかもそうですよね。てかショックショックとか、エイウィッチさんの楽曲結構好きで聴いてるんですけど、うわ何この音えぐっていうやつ、結構チャキズールさんだったと思うんだよな。こんな爽やかな曲を作られるなんて、ここら辺面白い。やっぱその最初からつかみとして
交差点みたいな雰囲気ちょっと作る感じ。王道だけどやっぱ分かりやすくて、わーってなりますよね、人が入れ替わるだけで。おー、ちょっとニッシーさんの空気を感じるんですよ。ABEX さんですよねこれ確か。だから ABEX さんっぽいっていうイメージがある。この人すごくもううまい、全部ダンスもすごくうまい。今のもう足さばきとか、体重の移動がうまいですね。この人は結構なんですかね、男な感じなのかな、体が大きい。この人またちょっと特殊じゃないですか、ハーフの方なのか。すごくいい表情といい歌といい、明るいですね、とても。この人器用って感じ。なんかそのポジションでいうところの2番とかですよね。テクニックいろいろ持ってますよみたいな。1番、背番号1番って感じ。こういう人がね、4番とか3番とかなんですよね、打者でいうところのね、パワーで持ってける人。ここら辺の振り付けを見ていくに、タタタタタンで、ここの伸びでしょ、すごっ。ダンスちゃんとこう引き締めてからサビに入るっていう、この世界観がカツツカッ。あー、いいダンスだな。この人がめちゃくちゃ上を見てるじゃないですか、 B フリーの時に。伝わるわね。結構取り方的にタタタタタタ。振り付け師さんもいるってことですもんね。細かー。ラップもいけんのこの人。ちゃんとちょっとこうはだけさせに行く感じとかね、こういうのもテクニックですから。この人いいわね、なんかちょっと、ポップスって感じ。いけるわね、すごく幅広がると思います、こういう人いると。うまっ。伸びがやっぱ大事なんですね、このダンスは。もうこういう、おはようございますっていうところですよね。しっかりその曲が持ってる感情を分かって作られてる振り付け。この人ダンスめっちゃいいですね。でラッパーなんだ。
おお、強いヒットが。おお、ピーターパンネバーランド。歌詞もいい、ここのラップ。何もなくてスーパーマン男から見るピーターパン、うーん、いいラップ。この人万能ですね。この人はそのすっげえダンスがっていうわけじゃないですけど、持ってる人ですね。おー、そしていなくなるわけね。いい。すごく皆さんかっこいいわ。おー、ジュノンさん、レオさん、ソータさん、マナトさん、レイさん、ルイさんということで、誰が誰かはわからない。誰が誰かはわからないけれども、いい。とてもいいんじゃないかなって思ってます。うん。アイドルを作るんですか？それともなんかそういうアーティストグループを作るのかな。まあその線引きってすごく難しいんだけれども、でもまあアイドルなのかな。いやマジチャキズールさんが作る楽曲でこんなの聞いたことないです、あんまり。僕はその衝撃もあるし、へえ。とりあえずこの一番背高い人はなんか空気感も含んでる、なんかいろいろと奥が深そう。この人いいですね。あと誰くんかちょっとわからないけど、持ってる声質みたいなところがすごくいい、うまい声質っていう感じで、ダンスもグルーブめちゃくちゃ出てるのでうまいなって思う。ちょっとだからアーティスト気質の雰囲気が漂ってる。こっちの人はちょっとアイドルっていうところも見えてくるんですけど、なんかねアイドルっていうよりもアーティスト系の人が多いから、この人もそうかも。ダンスがめちゃくちゃいい。でこの人すごい万能なタイプってところでしょ。この人何でもテクニック持ってますって感じでしょ。でこの大きい人もうパワーでゴリゴリに、ダンスとかすごくうまいので厚み持たせられる人ですよね。このメンバーがどういう経緯で集まってるのかもちょっとわからんのですけど、なんかそれぞれにちゃんと自分たちの役割がうまいことこう分散されているような気もしていて、いいですね。明るいですね。このダンスうまい人みんななんか明るそう。この髪背高い人だけなんかちょっと闇ありそう。いい意味で闇がね、影がある。少しこの人はなんか最近自信つけたのかな、そんな雰囲気がある。この人リーダーですか？リーダーっぽい雰囲気的に。まとめるのがうまそうな雰囲気はある。しっかりしている歌が。という感じでね、全て憶測で喋ってしまいましたけども、いかがでしたでしょうか。ということで、面白いなっていうふうに思います。デビューメンバーがもうそろそろ決まるんですかね、どうなんだろうかというところも含めて楽しみにしていきたいところでございますかね。はい、現場から以上です。どうもありがとうございました。よいしょ、てい。